皆さん、おはようございます。令和3年12月、全体朝礼動画です。職員の皆様においては、日々の勤務、ご苦労様です。12月、師走です。クリスマスもあります。そして、大晦日と、行事、イベントが盛りだくさんです。今年1年を締めくくる最終月となります。まずは健康管理をしっかり行い、日々の勤務に努めていきましょう。また、感染症対策の徹底はもちろんのこと、普段通りのサービス提供をしていくために必要な情報共有、コミュニケーションを徹底していきましょう。引き続き今期の重点施策等につきましては、初代会議議事録を参照してください。年末に向けて寒くもなり、乾燥もしてくるシーズンです。火の元の確認が重要です。改めて防災、消防体制を確認し、日常点検の徹底と環境整備を継続していきましょう。それでは今月も見る人も見られる人も幸せに、医療と福祉のサービス施設、法人の理念を共有して連携して取り組んでいきましょう。